ハイエースと違ってスーッと走り出す感覚がありますよね。確かにあのおっしゃるところです、アルファード系っていう感じがすごくありますね。ちょっとふわふわする感じはあるんだけれども、で、まあ、収まりもいいし、まず何よりもやっぱ FR だからかステアリングが軽い。そうですね、動き出しが長い割にはしっかりと走り始める感じがしますよね。そう、タイヤがこう後ろが蹴り出してってくれる感じとか、そのね、ミニバンに乗り慣れてる身からすると新鮮ですね。そうですね、なんかリアで走ってるっていう感じが伝わってきますよね。そう、ボディ長いから余計感じますよね。そうですね、やっぱりミニバンよりもやっぱり車高の高さは確かに気になっちゃって、うん、頭は圧迫感があるわけじゃないけれども、ちょっと天井が近いなっていう感じはしますね。ですね、ミニバンの床が低くて屋根が高いっていうのに慣れてると、またこう、こういうシーンは圧倒的にすごく走りやすいのかな。そうですね。ハイエースね、もちろん転がしたことはありますけど、ハイエースよりもなんか全然乗用車感がすごくある。フロントがスーッと伸びてる感じの車な、走ってる限りはあんまり、あんまりっていうか全然こう長さは全然感じないですね。はい、普通に曲がっていくし、さっきも試したように最小回転半径がすごく小さいから、よいしょっていう感じが全くなく、うわ、ハンドル切れる、あー、すげえ曲がるこれでも本当ハンドル切れますね。すごい。だってこの何だろう、3車線いらないですからね。いらないですね。もうハイエースだと多分お尻がポン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 跳ねちゃいそうなところが。思ってたより来ないですね。そうですね。やっぱ。すごい収まりの良さはすごい感じます。この道がすごいですね。よく作ったね。この